あとは封印するだけぞ。こう、くやオビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツ。けど、輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい。やつが次に狙うのは。さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。よく見たら江戸天生の体じゃねえ。そうだ、俺はもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだ、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前、ナガトンとの実をオビトに。まあ、それも俺の計画のうちだった。さて、そろそろお前には眠ってもらうぞ、美獣もろともな。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か。おめでたいやつだ。なるほど、やはりお前は普通の人中力ではないな。まあ、柱間細胞を持つ俺には多少の傷など無意味だがな。クラマ、チャクラはまだ溜まんねえのかよ。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。
追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ。おう、重ねろ。なりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは10尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒は見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ。注意し。何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため、非情に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。ナルトとは違う。頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に戦うべきだ。さて、お前は数少ない宇宙の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はない。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいい。どの道お前に残された時間は少ない。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。柱間のなし得なくと罪作りに関わってやるだろう。だが
この世界は失敗した前任者柱間のもの。死にかけの患者には原領事が必要だ。俺が無限強になってるか。そうだ、それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界だ。なるほど、お前の描く世界に全くの理解がないわけではない。だが、それはお前のデザルに夢ではない。あの下口し、やはり貴様とは意見が合わないな。エントンゴルスサロンカグッチ。消えろ、古き時代とともに。燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の異物がシャシャるなと。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。うわ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは。行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ、行くってどこに。さサスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に死なせる。